綺麗綺麗。いいね。あ、ついた。いいね。いいね、なんか夏みたい。夏なんだ。夏なんだ。夏なんだ。かけるかける。花丸さんって彼女とかいるんですか。やべ、あ、事故。いないよ。年の差とか気にします？気にしないけど、今そういう恋愛とか考えられないんだ。なんでですか？そうだよ、お前恋しろよ、夏なんだから。お前やめろよ、頭いかれてんのかよ。頭いかれてんのは花丸先生だろ。俺は兄貴の甘酸っぱいの苦手だから部屋に戻ろっかな。ダメよ。なんで？私が見たいからでしょ。吉野は見ればいいじゃん。一緒に見てないと後で甘酸っぱい感想話し合えないじゃん。じゃあ見るよ、薄めで。薄めでね。なんで恋しないんですか？なんでって理由とかないんだけど、俺はほらおじさんだから。うん、おじさんとか関係なくないですか？おじさんを理由に逃げるのはずるいと思います。俺はさ、なんか荷物増やしたくないんだよね。名言出ました。認めます。なるべく軽い気持ちでサイコロ振りたいんだよね。明日どうなるのかって。あれはこちらを意識しての名言。完璧にそうです。あれはカウントしないでください。そうですか。甘酸っぱい。もういい、まえちゃん頑張った。今日はここまでにしよう。え、今日はここまでね。もう少し。いや、もう少しじっくり行こう。私も手伝うから。約束してください。当たり前だろ。